とも。いいとも。大森さん。フライングしちゃった。歌っていいともじゃないですよ。ちょっともう一回やり直す。ちょっと歌っていいともでしょ。終わりがないよ今。何回練習したんですか。ごめんなさい。もう一回行きましょう。もう一回ね。行、はい、きましょう。せーの。歌っていいとも。よし。いやこうですよ。こうですよ。フライングに見ました、ね、いやいやフライングじゃないですけども、はい、今度よく練習してみて、お家で練習しておいてもらっていいですか。さあ今日はね、あのセンターにね、大森さん初めて。そうですね。嫌でしょ、嫌でしょ、嫌でしょ。今緊張してこれちょっと狂っちゃったんで、真ん中にされちゃった。いやなんか独特のね、雰囲気ありますし、そうですね、なんかね、どっち向いていいか分かんない。ちょっとなんか責任が重くなるような。重いでしょ。そうそうそう、やっぱり責任重大です、うん、これ気にしてほしい。ダメです。さあオープニングにかかってる曲が今日は、はい、はい、あ、これは私のですね、はい、2作目の、CD なんですけど、はい、ホタルコのカップリングの雪尻の花という、ね、曲なんですね。その曲がね、今日のオープニングでございます、はい、今日の東京北千住はもう晴れております。そうですね、今日は、ね、なんか32度ですよ。なんか真夏に戻りましたね。びっくりですけど、でもなんかコロナも随分今ね、減ってきて、そうですね、喜ばしい兆しかなと思うんですけど、どんどんね、こう下がってくればいいんですけど、ね、まあ、まだまだね、油断せずにね、はい、この感じで収束に向かっていってほしいなと思います。そうですね、はい、イベントともね、これからね、いろいろありますしね、そうですよね、もうね、そろそろね、やりたいしね、はい、さあ、もう9月のもう終わろうとしておりますけども、今日何の日ですか。今日は秋分の日でございます。いよいよ白石京子さんは敬老の日と思われています。言ったっけ、どっちだっけって言ったら、21日と、なんか今日が23でしょ、はい、続いてるわけですよね。続いてるわけですよ、歳出が、はい、休みが多いんですよ。前からこんなんでしたか。いや、やっぱ少しずつ暦がちょっと変わってきてますね。そうですね、最近ね、覚えきれなくなってきましたけど、必ず10月10日は体育の日って決まってたんですけど、もうそれも変わりましたし、そうですよね。で、9月の15日が敬老の日とかじゃないでしたっけ。そうですね、9月15日でした ね、今までね、随分ね、変わりましたね、今年あたり特にね。今年あたりなんか平日休み間違えちゃった人いますもんね、昨日だったからね、うんうん、あ、オリンピックがちょっとずれたことによって、そう、ちょっと変わったね、うん、7月とか特に、そうそうそう、ありました、ありましたしね、何の日だっけ、ん、何の日が変わったんだっけ、もう忘れちゃった、何の日が変わったんですか、なんか本当それも忘れちゃいましたね、調べておきます。確かありました、ありました。さあ、はい、大森さんのね、はい、今日は真ん中に来ていらっしゃいますんで、ええ、大森さんを中心にちょっと話を進めていきたいと思うんですが、ありがとうございます。大森さんのなんか趣味ってあるんですか。私はですね、はい、まあ、以前に申し上げましたけど、鳩をね、あ、趣味なんですけど、代表的な、ね、趣味でございます。あともう一つちょっとありましてね、はい、車が好きなんですよ。おー、ね、なんかいろいろクラシックだとか、ちょっと変わったような車が、何台もお持ちなんですか。そうですね、はい、噂によるとものすごい高級車が何台。いやいや、そんなことないんですけど、はい、何台お持ちなんですか。いやいや、数台、数十台。いやいやいや、数台だけでもすごいですよね、はい、1台じゃないんですよ。いやいや、すごいよね、すごい。そんなことないんですけどね、ついつい好きな車がね、手放せなくなって、うん、何台かに入れてしまったっていう感じなんですけど。それやっぱ乗ることが好きなんですか。うん、乗ることも見ることも好きです。あ、ね、ね、だからたまたま今日はですね、うん、私の趣味だけじゃなくて、曲終わっちゃいましたね。あ、いいんです、いいんです、いいんですよ、別にいいんですよ。じゃあサクッと、あと京子ちゃんも趣味は、サクッと言わなくていいんです、趣味。京子ちゃんの趣味はなんか、10個ぐらいって言えばいいんですよ。ね、あれカメラどこ向けばいいのかな。まあ、正面でいいんですよ。正面でいいですか。正面、正面、正面。私は最近ジェルネイルにハマって、セルフジェルネイル、自分でジェルネイルをやることに。セルフっていうことはご自身で。はい、結構大変なんですよ。京子ちゃん器用なんだよね、何でも自分でやっちゃうタイプだもんね。そうでも、ね、興味持ったことは結構とかも、ね、自分でこうやってやるんですか。振り付けもやるし、はい、こうやって逆右手が利き手だから、はいはいはい、左手で右手を塗るとき、うん、ものすごい難しいですよね、はい、
あ、なるほどね。難しい、かなり難しい、すごい時間がかかる。じゃあ時間かかりますね、はい、うん、特に右手をやるときね。そうです。やっぱり手違いもありますよね。そうすると手違いってどういう手違いか、ちょっと違うかな。ジェルネイルって言うんですか。なんとジェルネイルって言うんです。ジェルネイル、ちゃんとなんかあの UV で固めたりとか、うん、ところでてっぺーちゃんの趣味は。僕はですね、もう寝るですよね。僕は寝ることです。それしかないですよ。食べて寝る、これが一番平和、平和です。平和なんですよ。よく寝れるっていうことはいいことです。そうなんです、ね、早寝早起きでもね、三文の徳と言いますし。そうですね。さあ、早速今日の1曲目を行ってみたいと思いますが、はいはい、1曲目ですね、はい、今ちょうど趣味で車の話が出たもんですから、はい、ちょうど、その延長の話をちょっとした上で、はい、歌に入らせていただこうかと思ったんですけど、はいはい、今日1曲目はですね、うん、時代遅れの酒場という高倉健さんがね、はい、昔歌われた歌で、加藤登紀子さんが作った歌なんですよ、うん、で加藤登紀子さんも歌われてるんですけど、うん、あと高倉健さんが居酒屋長寿という映画のね、はい、挿入歌として歌われてるんですよ。うーん、まあなんかああいう時代遅れの酒場みたいなところでもうそろそろ飲みたいなっていう気がありまして、うん、それで今日選んでみました。なるほど。でこの高倉健さんがですね、はい、私実は先ほどオープニングでかかった、はい、雪吊りの花というのは高倉健さんの映画を舞台に徳久先生が作詞作曲された曲のようなんですよね、はい、それで初めて練習するときに高倉健さん の, 歌が流れたんですよ。おで私突然高倉健さんの歌が流れたんで、いや先生ちょっと高倉健さんの歌を聴いたと私歌いにくいんですけどって申し上げましたらね、いやあなたは声が低いから、うん、僕のそのデモの声はキーが高いので、うん、高倉健さんのように低い感じで歌われたらいいんじゃないかなと思って今聴いてもらったんですよ、うんうん、それで壁からですね、うん、高倉健さんの書を外してこられたんですよ、うん、高倉健さんの書が先生の部屋に飾られてたんですよ。でそれを壁から外してきてくれて、はい、一緒に手紙が添えられてまして、はい、でそれを拝見しましたら高倉健さんの字はまるで書道家のように素晴らしい達筆なんですよ。それとその手紙の中にね、徳久先生と一緒に作った曲があって、はい、レコーディングまで済んだのにもかかわらず、うん、発売が中止になっちゃったんですって。まあ、理由はおっしゃってませんでしたけど、おそらく言葉詩の中にね、はい、まずい部分があったのかどうか、うん、何かあってその引っかかってしまって発売にはならなかったと。でそのことを高倉健さんが大変残念があって、うん、徳久先生と共にね作り上げてきたけれども発売できなかったっていうことを惜しんで書かれてきた手紙なんですよ。でそれ見てですね、やっぱりもうその礼儀正しさとか、うん、字のあまりにも達筆さに感動したという記憶があります、うん、まあそれで今日はその高倉健さんについてですね、はい、私がほとんどの方ご存じないかと思うんですけど、とても素晴らしい車をたくさん所有されてましたね、高倉健さん、うん、あるところに保管されてたんですよ。で私知らないで、はい、いやーいいこれ欲しいなって車が何台かありまして、その所有者を調べましたら教えてくれないんですよ、どうしても。それで亡くなられてから初めて、はい、ああそこに所有保管されてた車は高倉健さんのコレクションだったんだなっていうことが分かりまして、なるほど、そういうような話があるんですが、今日は高倉健さんの懐かしい時代遅れの酒場、はい、聞いてください、はい、どうぞ。時代遅れの
で時代遅れの坂本ね、聞いてみていただきました、はい、さあ早速コメントが来ております、はい、いつもありがとうございます倉蔵さんありがとうございますスタジオの皆さんこんにちはスタートから楽しそうですねと来ていますこの番組何度も視聴させていただきいつの間にか歌っていい友という字がね、うん、友達の友ってなってますまたおしゃれ、ね、そういう風になりましたと、はいね、本当にありがとうございます、はい、そして、渋谷みどりさんスタジオの皆様こんにちはこんにちは大森明さん真ん中だって聞いてそうですよあやちゃん千春ちゃんと3人で仕事中チラ見しておりますと、ありがとうございます仕事中に、ね、ありがとうございます、本当に嬉しいですね嬉しいですよこんな祝日にも変わらず、仕事中にね仕事もせずに見ていただいて今日も私妖艶でしょうかしら、ね、誰か言いましたっけ一度でも誰か言いましたいや渋谷さんがね前回使われてるペイさん妖艶ですねって言ってない言ってない多分ね言ってない多分違うと思うあ違う
でしたか。みどりちゃんも千春ちゃんもあやちゃんもありがとう。ありがとうございます。さあ京子さん、もう新曲をリリースされてちょうど、はい、ね、この間ちょうど発売、ちょうど1週間ちょっとですね、ちょっとね、水曜日ですね、そうですね、15日先週発売させていただきました。はい、はい、どうですか。もう立ち見席になるほど大間さんにいらしてくださったんです。15日の音曲堂さんのキャンペーンです、ね、もう座りきれませんでした、はいはいはい、盛況で大盛況で、もうありがたかったです。とても良かったです。もうすごくなんか自然体でね、もうみんな、またファンが増えちゃったみたい。大森さんがたくさんね、はい、いやいや連れてきてる子供たちを、はい、本当におっさんばっかり連れてったんですけど、おっさんばっかり連れてったんですけど、本当ありがたいことで、親父メンバーで行ったんですよ。はいはいはい、したらもうすごいね、みんなファンになっちゃう、ね、ありがとうございます。あの映画関係の鳩のごとく蛇のごとく社用の映画関係の方もたくさん応援に、はい、来てくださってですね、もう取材もねたくさん来ててね、はい、そうですね、メディアの取材も、あ、その日ですね、もう私にとって本当に感激したんですけど、はい、朝からあの朝刊日刊スポーツさんに載せていただいて、午後になったらトースポさんに、大きいのあれ見た時にびっくりして、ドーンって私の記事を載せてくださって、いやあれももう朝から感激だらけだったんですけど、でまたあの会場の方にはあのお花もたくさん出していただいたりとか、あのファンクラブの方もね、ありがとうございます、いろいろお気遣いいただいて、で始まったらもうあれじゃないですか、もうお客さんもドーンといらっしゃって、本当にねもう感激の嵐、感動の嵐、本当ですね、もう最高ですね、もうこの日で終わってもいいと思って、いやだめだ、これからです、これからも1年2年とね、本当これからですよ、それくらい中もうなんか本当に感動した1日で、うん、もうね、京子ちゃんもすごい感動してたけど、お客さんもその分感動が伝わって、うん、とってもいい雰囲気だったと思います。あ、どうもありがとうございました、はい、もう最先のいいスタートだった。そうですね、本当にありがとうございます、うん、じゃあ早速、それでは、はい、はい、じゃあ新曲の方、はい、ワンコーラスずつになりますけれども、少しは私に愛をくださいと、カップリング朝まだきお聴きください。どうぞ。少しは私に愛をください、すべてをあなたに捧げた私だもの、一度も咲かずに散って行きそうなバラが、鏡に映っているわ。少しは私に愛をください。Hey, hey.
の証カサブランカ香りたち公開予定ではあります、はい、この映画のシーンの中でね、うん、これを聞くとさらに感動するそうでしょうね、うん、きっとねもうすごくねやっぱりその映画とこの歌っていうのは、うん、すごいあの密な関係っていうか ね, そうですね雰囲気を盛り上げるのにとってもいいから、はい、女優白石京子の映画、ねまあ、デビューだけですね本当にねびっくりしました新聞にそのことが、うん、曲のことよりも、うん娼婦役とあそう娼婦役そう、そうなんだ私、そんなこと言ったっけって多分プロデューサーがこう言って言ったことがそうですよね今までずっと言われてなかった私はあまりそのクローズアップしてなかったと思うんですけどその時になるほどでも楽しみですね新発見ですね、うんはい、ところでてっぺちゃんの、はいふるさとの水上村のそうですね、観光大使もやってるね。そうですね。京子ちゃんも山武市の観光大使だけど、はい、水上村の僕も水上村、まあ、あの実際生まれたとこではないんですけども、うん毎年のようにその水上村にはあのお正月とか足を運んだりして、うんいろいろ何て言うんですかね地域を盛り上げようと思ってですねいろいろ足を運んだことが、うんまあ、評価していただいて、うん2年前にそのふるさと観光大使を務めさせていただくことになったんですけどもこの間映像で流れてましたよねあの綺麗な風景ね綺麗な風景うん本当ね、あのおっさん僕ですから、ね、そうでしたっけ聞かれてたおっさんは僕ですから、ね、そのことには今日はちょっと触れないようにしようと思ったその歌を今日もまたですね聞かせていただき、ご覧になっていただきたいと思いますそれでは、てっぺ&ポチョンキン UQ でスカイラン、はい、どうぞI'm sorry, I'm 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 sorry,
季語の伊達天が降りますよ。森と人間さんざめき合うノリノリでラン風光る緊張興奮感も冴えて覚醒前夜3秒前です。 1,2,3 雑音遮断過酷の先に景色がババーン。峠越えて雲の上青く抜けまくってるその上広がってる雄大な設計図それでサビ歌っててベイホーラン青空にでかいピース星空はメイドバイフリー足りないものなんてないない駆け出すよ今空のそばに君息吹輪立ち光未来見つめりゃふわうわ月はどうさ雨は道路流して虹かけるさここに一房を帰りただ今変わらない風が吹き抜けるよほら青空にでかいピース星空はメイバイフリー足りないものなんてないない駆け出すよ今空のそばに君息吹輪立ち光ほら青空にでかいピース星空はメイバイフリー足りないものなんてない広がる胸いっぱいに走る君は空に近いほらゴーランスカイランスカイランえー、本当に自然がもうたくさんある水上村でして、うん、人口2000人なんですよ。2000人、はい、そこに約1000人ぐらいの、合宿で走る方々が非常に何て言いますかコンビニもないですし信号も一つしかないんです。あらで食べるものはジビエ料理鹿肉獅子肉、低カロリー高タンパク質なものを、食べていただいて、うん走っていただくというかなりもう環境は抜群でございます。最初の水から綺麗な感じだったもんね。水上村っていう雰囲気で、はい、もう球磨川の上流の感じがすごく出たし、はい、そのありにいろんな施設が整ってるんじゃないですか。そうですね、まあ、少しずつですけども、はい、本当になんかもう、ね、本当にわずかな人数のスタッフとかで一生懸命その水上村を盛り上げようということでですね、うん、役場の方々はじめもちろん村長さんもそうですけども、うん、観光課の皆さんが一生懸命頑張っていらっしゃいますから、うん、ぜひコロナが落ち着いたらですねその水上村の方にもぜひ遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。行きたいね。さあということで前回もですね、はいはい、大森さんのね、まあ、企画といいますか、はい、せっかくそのふるさとをね、水害に昨年あって今一生懸命頑張ってる地域からなんかコメントをいただいたらどうですかっていう、そのお言葉をいただいて僕も甘えさせていただきまして、地元の今一生懸命復興に向かってですね、前回は、人吉市にあります、あゆの里さんから、動画コメントをいただきましたけども、はい、今回はですねあゆの里さんから300-400m ぐらい離れてる、うん、吉野旅館という、はいはい僕の本当に先輩が今社長さんをやられてて本当にお世話になってる。もう本当に中学生の時からそのお家に遊びに行ったりして、はいよく遊んでたとこなんですけども、うんうん、そちらの方から今回動画のコメントをいただいておりますんで、うん、それでは早速ご覧いただきたいと思います。どうぞどうぞ。歌っていいともをご覧の皆様こんにちは。九州温泉吉野旅館の田口です。いつも津軽徹平がお世話になっています。吉野旅館は令和2年7月豪雨災害により被災し現在は休業しております。来年の秋頃の再開を目指して今復旧工事を取り組んでいるところです。吉野旅館は明治42年創業し国の有形登録文化財に登録されています。
水害の時は取り壊しも考えましたけれども多くの人の励ましにより再開することを決めました。現在は冬の傍ら、お弁当販売テイクアウトを行っております。メニューはおかみのレシピ吉野の牛めし、それから鮎を使った鮎の甘露煮飯を販売しています。まだてっぺいくんは食べてないと思うので、人吉に帰ってきたらぜひ食べに来てください。人吉の町も復興に向けて頑張ってます。ぜひ人吉へ遊びに来てください。そして塚田てっぺいも今後ともよろしくお願いします。吉野旅館のおかみです。てっぺいちゃん元気？たまには人吉に帰ってきて顔出してくださいね。待ってますよ。ありがとうございます。吉野旅館の田口社長、はい、そして、おかみさんからもねコメントをいただきました。本当に小さい時から僕はここ遊びに行ってたので、なんかね早く少しでも早くそのなんていうんですかね営業が再開できることですね。来年の秋、来年の秋もちょっとかかるけど、ね、ぜひこちらの方も、ね、人吉の方もねぜひまた遊びに行ってもらえたらと思います。行きます。よろしくお願いします。さあ後半ですけども、大森さんの曲を、あ今度私ですか。そうです、早いですね。そうですか、はい、忘れましたか。言いましょうか。忘れました。港町涙町別れましたよ、はい、これなんかこれはあの石原裕次郎さんの懐かしい歌で、はい、まあ、この当時は先ほどの歌もそうですけど白石京子ちゃんがね今回の映画のオープニングの曲に抜擢されたのと同じように、はい、あの時代はあの映画とあの歌謡曲がもう常にこうセットになってたんですよ ね、うん、主題歌だとか挿入歌だとか、うん、そうするとなんかとっても印象深くて感動しやすいっていうか、だからちょっとそういうのをですね今前回も申し上げたんですけどあのアルバムにね、そういう昭和のスターの名曲を何曲かアルバムにしたいという気持ちで、はい、準備してるんですけどコロナになってしまったものですから、はい、まだ準備中のままでおりますけど近い将来まとめていきたいなとそれで発表したいなと思ってるんですよ、はい、そのうちの予定の1曲です。わかりました、はい、それでは大村さんで港町涙町別れ町どうぞ。なんかちょっとアクシデントがありました、はい、生放送でお送りしておりますんで、はい、すっかり私も腕を組んで見ておりましたそういうことなのに気がありました。どうしちゃったんだろう、急に冷や汗が出てきた時代でございますけど、まあ、生放送でね、はい、お送りしておりますから、いろいろ申し訳ございません、ね、まあ、アルバムはいつぐらいの予定ですか。本当はですねもう昨年ぐらいの予定だったんですけど、はい、コロナがずっと長引いてるもんですからね、もうちょっと少し時間を様子を見ながらっていうことで、はい、今これを練習の期間と思ってね、うん、あの選曲とか練習とかに時間を当てて、うん、時期が来たら発表したいなというふうに思ってます。なるほど、じゃあ昔懐かしい歌とかを結構そのアルバムの中に入れられたり、はい、されるんですかね。そうですね、そういうふうにまとめたいなと思ってます。井上さん、いけるんでしょうか。どうでしょうか。原因が分からない。いきますか。大丈夫かな。さあ、他のにしますか。ということで、京子さんの歌じゃあいきましょうか。うね、先にね、うん、ね、今回は初めての歌を、はい。はい、あの、うん、そうなんです。 YouTube の方に結構動画を何本かアップしてるんですけど、うん、そのうちの1本で、うん、あの私はあの千葉県山武市の観光大使も出身で観光大使やらせていただいて、うんうん、はい、そこの、 あの山武市の並川荘という、ところでですねしょっちゅうやらせていただいてるんですけれども、はい、そこで去年一昨年その前かなあのコンサートをやらせていただいた時の模様なんですけれども、あの曲がですね I will always love you というちょっとちょっと横文字急に来ましたね、はい、いきなりなんですけど、うん、たまに違うのを聴いていただこうかなと思いまして、いいじゃないですか、うん、これでも、うん、
YouTube ですから、また止まったらどうしようかなって今思っちゃった。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫、大丈夫。行きましょう。京子ちゃん、ジャンル広くね、幅広くいろんな歌を歌われるから、はい、すごい実力だね、歌手力ね。さあ、うん、はい、じゃあちょっと、はい、はい、行きましょう。お願いいたします。 I will always love you。 どうぞ、どうぞ。ディナーとかはなしでただ聞いていただくだけの、うん、なるほど、なるほど、さあと、なるほど、ね、でしたね。あ、すみません、先ほどね、大梅さんの映像がちょっとね、乱れました。ね、大変失礼をしました。見にくいところをお見せしてしまいました。申し訳ありません。申し訳ございません。さあ、もうね、あと10分少々でございます。そうですね。うん、私の歌聞いてもらってもいいですか。そうですね。ありがとうございます。すいません。お願いします。はい。錦を上げてという歌でございまして、はい、もう昨年の4月ですか、もう結構経ちました。うん、いつかなんかその故郷を離れて、なんか都会で頑張って、いつかその故郷に錦を飾るじゃないですけど、うん、まあそういう感じの男の心情を歌った歌です。なんかぴったりだね。このふるさとの歌とこの錦を埋めたって、このセットになってるような感じだね。地方から出てきた男がいつもそういう志を持って頑張ると、はい、東京でね、はい、うん、本当にぴったりです。ありがとうございます、うん、それではご覧いただきたいと思います。塚原哲平で錦をあげて。どうぞ、どうぞ。
錦をあげて帰ってくるよ。あれから10年、目鼻もつかず夜空見上げてあなたを思う。時代の流れに取り残されてもがく心に酒が染みる。昭和に生まれて平成に置き忘れてきた夢がある。錦をあげて帰ってくるよ。気持ちは今でもと同じ。元気でいればそれでいいと母は言うけれど、甘えずこびずただがむしゃらに生きてこれたと今さら思う。それでもいつでも気がかりだった母の体と家のことが、都会の暮らしはどうかの今でも聞こえるあの声が。錦をあげて帰ってくるよ。今まだ叶わぬあの日別れの駅で手を振っていた母はもういない。錦をあげて帰ってくるよ。気持ちは今でもあの日と同じ。元気でいればそれでいいと母は言うけれど、ございます。力強くて意識を上げて聞いていただきました、ね、いいね、この歌もね、うん、いつ聞いてもねもう心情がわかるわ。心情がわかる、心情がわかりますから、うん、まあね、ふるさとからやっぱね、うん、出てきた方っていうのはやっぱりこういうね、うん、思いがいつかっていうのはありますよ ね、うん、ね、さあ番組も後半になりました。後半というかもう後半じゃないです。後半じゃないか、終わりなんです。そうですそろそろ、ね、飲んでんですか。さっきちょっとあの居酒屋で飲んじゃったの。時代遅れの酒場っていう、あのないない歌で飲んじゃったって。あ、後の歌で飲んじゃった。
さあ今日もたくさんね、本当倉蔵さんコメントありがとうございます。そして三つよさん、三つよ若野さん、ありがとうございます。大森さんセンターですね、いいですね。ありがとうございます。マークでねコメント三つよさんのコメントありがとうございます。大森さんのお知り合いの方ですか？いやまだって、えまだえこの間コメントいただいてありがとうございました。ああそうなんですか、はい、お嬉しいですね。嬉しいですよ、どうぞよろしくお願いします。どん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 、コメントしていただければと思います。さあ、告知のタイムでございますけど、はい、森さん何かどうぞ。私から、はいはい、私はあの10月私はあの10月20日中野ゼロホール、はい、JNP 歌謡フェスタという番あのコンサートがございます。よろしくお願いします。はいゆっくりでいいですよ。ゆっくりでいいですよ。いろいろありますけれども、いろいろあります。いろいろ行っていきましょう。じゃあとりあえずキャンペーンのことで、はいはい、10月30日はあまだいいのか、まあいいや、10月30日は赤羽の美聖堂さんで、はい、さんで11月の2日は、イオン成田店様に HMV イオン成田店様でキャンペーンの方をやらせていただいたりですね、その他にもあの今後岡山県にキャンペーンツアーに行ったりとかですね、うん、あのいろいろやらせていただきますので、ぜひ、ブログとか SNS ホームページいろいろ取り揃えておりますので、はい、チェックの方どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあトペちゃん、あ僕は言ってたっけ10月の3日だ、あすいません、10月の3日地元ですね、KKR ホテル熊本、ニックニューサーはじめ、全員で5人の、ね、出演者でございます、10月の3日日曜日、もうね締め切りはもうあ締め切ったのかな、あやらせていただきます、熊本の皆さんぜひ、待っていてくださいね、よろしくお願いいたします。そして10月の17日ですね、愛知県は名古屋東急レイホテル、こちらの方はまだチケットの方ありますんで、ぜひ、倉蔵さん来てください。三重県から来てください。近いですから。近いですね、三重県ね、お会いしたいな。よろしくお願いいたします。そして11月の、1日は福岡は北九州の方で、これはディナーショーですかね、こちらもございます。ぜひまたそちらの方は私の、SNS 等で、チェックして、ください。よろしくお願いいたします。そういえば鉄平ちゃんのさっきの水上村の水上村の映像って1年かけて、そうなんです、ね、1年かけて四季折々の折々の、はい、すごいですね、ね、やらせていただ、もう今度そのまま映画化しちゃったらどうですか。ぜひよろしくお願いします。その際はスポンサー、よろしくお願いします。村中で任せてください、ね、あ、本当ですか。水上村の皆さん、ね、ぜひやりましょうね、映画ね、本当にいいですよね。みんな村の人たちに出演していただいて、あ、いいんですね、ね、そうだ、あのドラマ作っちゃってください。よろしくお願いします、本当に。ね、やっぱり映画と歌とセットだとやっぱり感動するもんな、はい、でね、先ほどあの動画コメントをいただいた吉野旅館さんも、うん、今は営業されてませんけども、今店頭の方でお弁当をね、牛飯とそして鮎の唐揚げですよ、ね、あの私の今日歌った時代遅れの酒場も、はい、てぺちゃんみたいに甲子園の野球を野球で活躍したエースが肩を壊して、はい、それで居酒屋長寿っていう村田長寿さんの名前を取って、うん、高倉健さんがあの映画を題名で決めたという、うん、そういう歌なんですよ。あ、高倉健さんは村田兆治さんのこと大ファンだったらしいんですよ、それであの映画居酒屋兆治っていう村田兆治さんの名前の朝刈同行の村田兆治さん、ぜひそういう映画ちょっと撮っちゃう。よろしくお願いします。楽しみですね。さあ、この番組もう、7月から始まりましたから今回で第5回目でございます。あ、もうそんなになりますか。毎月ですね、第2、第4木曜日の15時半からの生放送でございます、はい、次回は10月の14日木曜日15時半からの放送でございます、ぜひまたお時間ある方、そしてお仕事中の方、ちょっとサボっていただいて、ぜひ、渋谷さん見ていただければと思っております。はい、じゃあもうあと14秒ですから、なんか一言、はい、あと少し頑張りましょう。あと少し若野さんまた見てくださいね。皆さん、ぜひまた次回もお会いしましょう。さよなら。